はいどうも、北の内たちのフェルトです。アリくんです。今日は、はい、何をやるんでしょうか。あ、そう、知らんですけどね、僕は。今日はですね、はい、YouTube って関連動画ってあるじゃないですか。ありますね。てかもう基本的に関連動画、関連動画でどんどんと、そうだね、次の動画見て、次の動画見ようとなったら関連動画、関連動画から飛ぶじゃん、はい、で、まあ普通にこの前こう YouTube 見てて、なるほど。で、関連動画に必ずはじめ社長さんがいるんだよね、毎回。いますね。絶対まあ俺たちの動画見てて、どの動画にでもいい、そう、まあ、なんかいるよね。いるよね。しかもまあめっちゃ面白そうだから見ちゃうんだよね、結局。飛んじゃいますね。そうそう、そしたら、というわけで今回は YouTube の動画、関連動画を5つまで見たら、その中にはじめさんの動画が出てくるんじゃないかっていう説を検証していきたいと思います。説ってか俺らが考えたんだけど、僕、俺らの説ですよ。絶対出回ってないんじゃないですか。はい、というわけでまずは僕たちの北内のチャンネルからはじめさんに、まあ、5回以内にたどり着くか検証していきたいと思います。はい、それじゃあどの、まあ何でも、なんだろうね、やっぱじゃあまあステーキで、とりあえずステーキ、うん、もう一回見たいし、ね、うん、普通にもう一回見たい。腹減ったから。はい、はい、じゃあこの関連見ます、まあ、基本的にまあステーキ系だよね。あ、でも結構有名な、あー、いるさんとかいるで、あと、あ、デガキンさんとか、オルタナさん、さん、あー、どうしよう、なんだろうね、どれがいいかな。まあ、オルタナさんのこれ、そうね。じゃあ、黒毛和牛ステーキ、シャベルで焼肉してみたに、飛んでみよう。さあ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 、普通にまさ、おー、セイキンさんが、セイキンさんが、結構セイキンさん、セイキンさんがいっぱい出てきた。すげえ、オルタナさんと、まあ、セイキンさんで乱入し、あー、気なしてるけど、さんとかね、なるほどね。あ、でも待って、この盗聴器、セイキンさんこの盗聴器結構いい。あー、なんか社長、いや結構なんかやってるよね。そう、なんか監視カメラとかさ、ドッキリからそれ系列で、なるほどね、もしかしたら出るかもしんない、かもしれない、ね、じゃあセイキンさん呼びましょうか。盗聴器、じゃあ定価7万8000円のプロ仕様盗聴発見器で新居の再調査をします。はい、取ります。はい、さあ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 、うわ、お、お、お、いた、いた、いた、マジでいた、いた、はじめさん、はい、光り輝く巨大スーパーボールを作りたいのです。おお、簡単だな。マジか、3つ目か。2回、2回、ちょっと予想外すぎた。早いね。5つ目ぐらいかなと思ったけどね、3つ目でまさか来るとは。はい、というわけで、はい、まあ、さっきはやっぱ YouTuber から始めちゃってるから、まあ、そうだね、まあ、今まだ行きやすいだろうね。行きやすいよね。だから今回は、次はもう YouTuber と関係なく全く違う YouTube の動画。なるほど、どうしますか。何する、今、今流行ってるもの、まあ、今といえば、まあ、日ハム。あー、まあ、一応今日本シリーズ真っ只中ですからね。といえば、確かに。じゃあ、ね、大谷翔平、あ、大谷で検索する。あー、大谷で、と野球だから全く関係ない、ね、多分野球。いや、でも前さ、あの、うん、バットに輪ゴムをくくりつけて、あ、やってた。あ、そうか、それがもしかしたら来るかもしれない。普通にまあ、はい、大谷ってだけ、大谷から、はい、じゃあ行きます。どれがいいかな。まあさよならタイムリーじゃね。あ、オッケーオッケーがね、あ、まあ、もう基本大谷さんでしかいねえじゃん。全部野球。あ、セイキンさん、え、セイキンさんいるんだが、しかもまともさっきなんじゃん。なんで、え、ってことは、あ、プロ仕様盗聴のプロ、このプロっていう文字でもプロ野球とかけて関連に出てきたのか。え、ってことはこれに飛べば、あったあったマジか、待って、大谷翔平から2発で来るんだ。いや、そもそもはじめさんよりまず正義者さんが食い込んでくるんじゃないか説あるからね。やばい。じゃあ次行きましょう。次どうしよう。流行りだと逆に行っちゃうから、また流行りでもないやつ、国歌、国歌、君が代でいかね、君が代か、はい、じゃあ音楽系の中でも、はい、まあ、中でも、まあ、あんま関連性ないんじゃないかっていうことで、国歌ね、国歌、君が代か、君が代は歌ってないよね。いや、歌ってないですよね、さすがに。じゃあ君が代で、じゃあこれで、まあ、国歌、君が代、国歌、君が代、まあ、一番再生されてるこの7年前の動画関連。あ、パーフューマン、これいけるんじゃないの。これはいけるかもしれない。ちょっと待って、あと全然全然もあるよ。あ、すげえ、多分来るでしょ。すごい、待って、行こう行こう、全然ラッドインプス飛びます。やってたよね。あったら嬉しいんだけど。あ、あ、ペンパイラパーポペン、 PPAP、 あの PPAP、 いやでも一応社長もね、じゃあ PPAP だって結構実際、まあ、YouTuber やってるし、まあ、俺もやってるって、ほとんどみんなやってるよ、みんな。で、はじめさんもやってたし、これいったら結構出てくるんじゃない、これは出るんじゃない、あーと思うんだけどね。いろんな伸びてる楽曲に埋め尽くされてる可能性はあるよね。来い、あ、あ、あ、お、お、お、来た。
すげえ。聞いたー。マジでどこにでもいる。聞いたー。ありがとう。すげえ。伸びてる。すげえな。はい、ということで、まあ、今回は、YouTube の関連動画を5つまで見れば、はいはい、その中に絶対はじめさんの動画があるっていう説を検証したんですけど、いましたね。もう全部いたね。当たっちゃったわ、本当。すごい、なんなら5つも必要ないよね。そうだね。5つとかでマジでいっちゃう。まあ、というわけで、まあ、これ多分どんな人がやってみても絶対なると思うので、まあ、皆さんもぜひ、うん、まあ、試してみてほしいよね。実際試してみてパンパンっていけるから、いかなかったら逆にその最初のワードを教えてほしいというわけで、北の宇宙人たちのフェルトとファル君でした。バイバイ。